皆さんこんにちは。蕨市聴覚障害者協会の成田昇です。3月のテーマは学校と半濁音パ行の指文字です。一緒に表情豊かに楽しく手話を学びましょう。各2回実演するので、皆さんも真似して一緒にやってみましょう。学校、学校。学校、学校。小学校、小学校。小学校、小学校。中学校、中学校。中学校、中学校。高校、高校。高校、高校。専門学校、専門学校。専門学校、専門学校。大学、大学。大学、大学。先生、先生。先生、先生。生徒、生徒。生徒、生徒。国語、国語。国語、国語。算数、算数。算数、算数。理科、理科。理科、理科。社会、社会。社会、社会。英語、英語。英語、
英語。体育、体育、体育、体育。音楽、音楽、音楽、音楽。入学式、入学式、入学式、入学式。卒業式、卒業式、卒業式。卒業式。指文字は手の形で五十音を表し、名前など手話で表現しづらいものを伝えるときに使われます。ハ行の指文字を上に動かすと丸がつけられ、半濁音を表現できます。実際に皆さんでパ行の指文字をやってみましょう。パ、ピ、プ、ペ、ポ。今日の手話の勉強は終わりです。ありがとうございました。